こんばんは、プライムニュースです。8月3日、水曜日、今日はですね、いろいろとじっくりお話を伺おうと思っていますね。そうですね、まあ、震災のこと、エネルギーのことというか、もう国家の危機管理に及ばず、国家というもの、その統治とか、そういうことについてじっくりこの方にお話を伺いたいと思います。ゲストをご紹介しましょう。東京都知事の石原慎太郎さんです。よろしくお願いします。東日本大震災の後、東京都知事に4選されてから、この番組へのご出演は、はい、これが初めてとなります。いろいろじっくり伺っていきます。そして早稲田大学教授で政治学がご専門の河野勝さんにもブレインキャスターとしていろいろお話を伺います。よろしくお願いします。今夜の解説は山本周解説副委員長です。はい、よろしくお願いします。まあ、震災後初めてお越しいただくんですけれども、もう来週でその震災から5ヶ月になります。まあ、とでもいろいろな対応に追われたと思うんですけれども、この5ヶ月というのはどういうふうに受け止めていらっしゃいますか？まあ、しかしやっぱりそのね、私もね、直後にね、被災地に行きましたがね、まあ、いろんなショックを受けました。実はやっぱり地獄絵ですよ、行ってみるとね。でね、まあ、その印象に比してね、要するに行政の対応はもう本当に遅れて生ぬるいね。それは国家の意味ですか、その地方自治体の意味ですか？それは国家でしょうね。さ、地方自治体だってね、ただね、みんな遠くの3県でそんなに富裕な県じゃないですよ。はいはい、それがね、自力でどうのこうできる問題じゃなくてね、やっぱりそのね、行政がね、そのね、手を差し伸べるその方法そのものがね、非常に稚拙というかね、旧弊でね、こういう時ってやっぱりね、長方期、今までの規制というものを超えなきゃいけない、超えるってことがね、それはね、政治家の責任なんですよ。役にはね、とにかく日本の官僚がこの後ダメになったのは、自分たちの取りはね、コンティニティとコンシテンシーだ、継続性と一貫性だとあえて言う、そんなものでこの変化の時代に対応できるわけない、彼らが、ね、踏襲してきたね、その法規のね、要するに制約っていうのはね、もうね、通用したのがたくさんあるわけですよ。で、そういうものをね、無視して超えてね、そのことを行っていくのがね、要するに本当の行政なんで、生きた政治なんでね、それをね、官僚に強いるのはね、政治家の責任でしょ。ところがね、そのどんな規制があるかもわからないしね、全くなんていうのかな、何を考えてさっぱりわからんね。具体的にはどういうことが、あ、稚拙だなっていうふうに、例えば目の当たりにされて思われた。例えばですね、高知なら高知にね、その津波にも耐えるときの町を作る、新しいのを作るってあってね、これはなんとか地域ですとかで、その土地の使用に対して規制があってここができませんとか一番で言うわけです、そんなものは無視したらいいじゃないですか、ね、たかだかね、知れた地面を、ね、緑切ってあれするんだってね、じゃあそのこれからの、その将来に生きていく人間のね、その生命の安否とね、その生えてる木を守るか守るか、そんなものはもう対比できる問題じゃないのにね、今までの規制に縛られて、つまり役人がいつか作ったね、その規制、法律規制っていうものがね、もう絶対化してる、こんなね、硬直した社会ってありませんしね、それを動かせない政治だったらまさに無能でしかない、例えば自民党政権だったらこういうふうにはならなかったのかっていうことについてはどう感じになりますか？それはまず、なんていうのか、具体的なね、なんていうのかな、要するに事務的なことかもしれないけど、その規模も違いますけど、災害の大きさはね、関西のあの大地震があった時、やっぱりまず時間会議を開きましたよ、それでやっぱり担当の大臣も変えましたよ、あの時は、いろんな問題があったんで、そうですね、小里さん、そういうことをね、やっぱりしない、それからね、まあまあ、毎回認めないね、それは本当に、それはやっぱり自民党だったらば、その積み重ねたそのキャリア、いや、せめてもう少し役にうまく使ったでしょう、それからやっぱり行政も少しスムーズに動いたでしょう。なるほど。その一方、その今地震に対する対応で今伺ってたんですけれども、正当性とか継続性とかそういう言葉にこだわるという、その官僚機構の問題も最初触れられたじゃないですか。でもこれはね、法規を超えようと、政治家が言ったらね、役には超えますよ、事態が事態なんだから。亀井と僕とがね、羽田の4本目の滑走路なんて15分で決めたの、国交省を脅かして、事案を呼び出して、まさに恐喝して、それやるとね、役人だってバカじゃないからね、
今のままじゃ羽田まずいな、やばいな、日本は遅れるなと思ってるから、うん、ガーッと言われるとね、はい、分かります、通貨で答えるわけですよ。なるほど。の漫談のね、あの、うん、漫談のツッコミとボケみたいなもんでね、うん、ツッコまなきゃダメなの、うん、それをやっぱり、ね、今の政治家やらないね。自治体間の連携の一環として、あの石原都知事がですね、7月1日に首都東京が災害やテロで危機に陥った場合の首都機能をどうするかという問題をめぐって、大阪府の橋本知事と会談して、大阪府を副首都とすることで意見が一致したということなんですけれども、これこの副首都というのは具体的にはどういう構想で、どういうふうに。それはね、まあね、いろんな拡大解釈があってね、まさかね、いざ時にね、うん、首都をですね、うん、大阪に移すわけにはとても行かないですよ、うん、国家の首都というのはね、うん、元首がおられてね、うん、国会があることですから、うん、ですからね、そんなことできない。ただね、やっぱり大阪がどん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 衰退していってね、あれだけの大きな経済圏というものがね、うん、やっぱり東京とのバランスを変えてくるということは日本全体にとって良くないからね、うん、まあそれでやがて、まあ、どれぐらい時間かかるかありませんけどね、まあ、葛西君というしっかりしたあの東海地方の社長もね、はい、うん、とにかくリニアでね、東京大阪もね、近い将来が、うん、中くらいの紹介かもしれんけど、うん、ドアトゥドアで55分で結ぶ、うん、これはできたら大変なことになりますよ、うん、でそういうものを想定してね、大阪の日本における位置っていうのを考えようじゃないかと、考えてくれと、うん、いうことは言いましたがね、うんうん、東京に何が起こってね、その要するに首都の機能がね、そのまま大阪に移るわけないし、うん、できこないしですね、うん、という意味で言うと、具体的にどういうことをじゃあ想定してバックアップ、これは分かりませんな、ああそこまではまだ、これから詰めていく。じゃあ特に何かこう、あの大災害に備えていくつかの機能を大阪に事前に移転しておく、ないしは移転できるようなバックアップ の, その建物を大阪に作るとか、そういう話。全然そう、全然そう、全然違うんですか。大阪も頑張ってもらって、橋本君はなんか権限があるようでないからね、今度は知事なんて空虚な存在だから自分で市長になるって言ってる、分かるよ。そらやっぱりそのね、政令指定都市作ったら間違い、はい、こんなものあるとね、本当にね、うん、県そのもの機能しなくなってくるしね、うん、これやっぱり厄介な問題ですよ。橋本さんその大阪都構想っていうのはまさにそれをね、その市を取ってのやめろって言ったら、僕は取ってのダメなんですか、紛らしいから。都は日本で一つでいい、そう、当たり前ですよ。そうなんです。北海道の20代の学生の方からなんですが、石原都知事が考える今後あるべき我々国民と原子力発電の関わり方をお聞かせいただけますでしょうか。あのね、うん、私たちこの問題を考えるときにね、2つ大事なことを考えなくちゃいけない。それはね、我々がね、今享受しているこのね、この文明生活、かなり贅沢な、外国のどこの人行ってもね、ないぐらい街が夜中まで明るい、ね、しかもね、ベンディングマシンなんてどこの国もありませんよ、それがね、自動販売機が、それからね、まあ、パチンコ屋もそうだ、そういう電力っていうものに支えられて文明生活をね、私たちがね、まあ、捨てるとは言えないけど、半分我慢できるかっていうことを考えなくちゃいけない。それともう一つはね、その要するに CO2 っていうものの、ね、増加でね、温暖化が進んでてね、これはもうね、人間のね、存在そのものね、生命の存在そのものが左右されかねないね、現象がどん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 進んでるわけですよ。だからあんまり問題が大きすぎてみんなね、なんとのかな、こう実感がないんだけどね、現にね、もうね、この間もあるコラムに書いたんだけど、 NASA のハンセン教授なんかね、あと14年でね、完全に北極海の氷がなくなる、はい、それは航路が開けていいって人もいるけどね、そんな問題で済まないわけですね、うん、これはね、そのね、人間だけで生命の存在をね、左右しかない問題が迫ってるのにね、うん、その原発ってのは CO2 というものをね、まあ、抑制するため一番効力のあるエネルギー供給源だった、うん、それでね、まあ、今度の問題で起こるとね、日本人ってのはね、まあ、その要するに原爆の被爆というね、世界に例のないね、要するに経験を持ってますからね、原子力そのものに対するね、非常になんていうのかな、独特のトラウマというかセンチメントを持ってるんですね。まあ僕はアルコールにも書いたんだけどね、人間の感情センチメントってのは一番厄介なんですよ。だから男女の関係でもね、お前あんな男と結婚したらろくなことになるとか、あんな女となったらえらいことになるぞと言われてもね、惚れちゃったらしょうがないの、これと同じようにね、感
感情ってのはね、もうね、物事を論じるときに一番大きなバリアになる、うん、で私たちはね、まずね、それを冷静にね、淘汰しなくちゃいけないのとね、うん、それからね、それじゃあね、うん、そのね、現実に日本のような世界、まあ中国に一部抜かれたけどもね、世界第二第三の経済大国っていうものの産業がね、うん、果たしてね、その太陽の光やね、うん、そのね、風車なんかで賄いきれるかってできっこない、そんなことは。太陽光だけでね、うん、日本の産業って賄えますか、うん、それだけじゃないって言うんじゃ、風車、その他何なの、うんうん、ね、原子力はね、うん、そのね、ある意味じゃ非常に危険でしょう。しかしね、フランスはちゃんと管理してるじゃないですか、はい、でね、ドイツだってね、イタリアだってね、原発やめた、やらないと言いながらね、足りない、要するに電力ってのはフランスから買うんですよ。そうですね、フランス人ができることはなんで日本できないの、うん、日本のシステムが悪い、うん、完全に官僚と東電とね、政治が癒着してね、うん、人事の配分その他意見配分やってね、はい、だからね、そういうのシステムをね、うん、IA が言ったみたいに日本のシステムおかしいと、うん、複雑すぎてね、情報が交錯してね、うん、完全な管理ができないというのは本当にその通りなの、うん、それを変えたらいいじゃないですか。それを変えることがね、うん、民主党政権の勝利の問題なんじゃないか、うん、責任じゃないですか、うん、東京に原発を作れということを言う人、これに関してはどういう、あ、僕もそう思いますね。言ったことありますよ。それ管理だけちゃんとすればいいんじゃないですか。だからそれと土地がないからね。あ、なるほど。ですからね、あのね、はい、例えば千葉県のね、はい、その要するにね、この房総半島なんか未開の土地がありますからね、うん、はい、しかも高いところで作ったらですね、うん、津波の心配もないしね、うん、それは地震に耐震性のある施設を作ったらいいんで、うん、それはね、しかしこれからみんな討論してね、はい、要するに選択をしたらいいんでね、うん、ただ一概に今度の事件でね、原発全部否定することがね、うん、んー、ちっともね、人間的なことではないし、ね、非常に軽率でね、うん、結局後でね、なんとか悔いを残すことになるんじゃないかと私は思いますけどね、うん、原発やっぱり技術的な側面とですね、それからその原発を取り巻く囲むさっきあのシステムとおっしゃられたんですが、うん、行政とかそれに関わる人々その、まあ、行政システムと呼びましょうか、うん、その2つの側面があると思うんです、うん、で多分日本はその技術的には多分世界一を誇るだろうし、そのフランスとも劣らないと思うんですけども、うん、今回そのどん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 その日に日にその悪くなってそのなんていうか弱いところが出てるのはその行政の方ですよね。一体それがちゃんとシステムとして機能するのか、うん、石原さんはその調査でもそうです。